ウカ直後のアブラゼミ。セミは、不完全変態を行い、幼虫から、サナギの時期を経ずに成虫となるウカとは、昆虫が、幼虫、または、サナギから成虫に脱皮、変態すること。A. イクロージョン。昆虫の羽は、ほぼすべての昆虫に見られる、昆虫独自の構造である。昆虫において完成した羽は成虫にしか見られない、ことから、 成虫になる時の脱皮を特にうかという。昆虫の変態の様式は大きく分けて、不完全変態と完全変態に分けられる。不完全変態の昆虫の場合、幼虫の背中には小さな羽があり、うかの際に、これが大きくなる。完全変態の昆虫では、幼虫の間は、羽は外から見えず、さなぎになって、初めて外見上でわかるようになる。 いずれにせよ成虫になる時には、羽が一気に伸びて、成虫の姿になる。サナギから出た直後は、羽はシワクチャで、体液を送り込むことによって羽を伸ばす。そのため、羽が伸びるための十分な空間がない場合、羽が十分に伸びず、その後の活動ができなくなる。これは昆虫によく見られる事故の一つである。地中にサナギ質を作る昆虫によく見られる。セミ。 トンボ、蝶などは、羽が伸びきるのに時には、数十分を要し、羽が固まるまではさらに時間がかかる。この間に羽に何かが触れると、羽が伸びきらなかったり、歪んだりといった事故を起こす。このような昆虫では、羽化は夜間に行われる場合が多い。他方、羽が伸びてしまうのにほとんど時間がかからないものもある。ユスリカの場合、さが、皆そこから泳ぎ上がり、 水面に頭が触れると脱皮が始まり、成虫の体が出てくると、あっという間に羽が伸びて成虫が水面の上に乗った形になる。ありがとうございます。